みなさん、こんにちは。商工政策課の丸山です。今日は6月下旬に購入引換券が発送された生活支援松坂みんなの商品券について、松坂市マスコットキャラクターのちゃちゃもと案内していきます。商品券をみんなに使ってもらえるように頑張ろうね。生活支援松坂みんなの商品券事業は、エネルギー、食料品等の価格高騰の影響に伴う経済対策として、市民の家計支援を行うとともに、市内事業所または店舗での消費を促し、地域経済の活性化を図ることを目的にプレミアム付き商品券を発行しました。はい、続いて商品券の内容と購入引換券送付対象者についてご案内します。生活支援松坂みんなの商品券は、購入引換券1枚につき1冊7500円の商品券を5000円で購入できるプレミアム付き商品券です。対象となるのは、令和6年4月1日時点で松坂市に住民登録がある全世帯が対象となっています。送付する引換券は、全世帯に2枚、子育て世帯に追加で2枚、ひとり親多子世帯に追加で1枚となっています。すべてに該当する世帯は最大5冊まで購入が可能となります。はい、5000円で7500円分の使用が可能なのはとてもお得だね、ちゃちゃも。引き続き商品券の販売・使用についてご案内します。商品券の販売については、33銀行の松坂本店営業部および松坂市内の各支店・出張所において販売します。購入引換券と現金をご持参いただき、ご購入ください。販売期間は、令和6年7月1日から令和6年10月31日までとなっています。特設販売窓口はご覧の日程で販売します。夜間窓口や日曜窓口もありますので、日中の購入が困難な方はぜひご利用ください。使用については、令和6年7月1日から令和6年11月30日まで使用できます。使用可能店舗には参加店舗証が貼ってあります。使用可能店舗一覧は、広報7月号の折り込みチラシ、または松坂市ホームページからご確認いただけます。使用期間には十分にご注意ください。はい、ここからはよくあるご質問について解説していきます。商品券を購入したら領収書はもらえるの？領収書は発行しません。商品券の発行をもって返させていただきます。商品券を利用するときってお釣りは出るの？この商品券はお釣りは出ません。商品券は換金、払い戻し、譲渡、転売はできるの？商品券は換金、払い戻し、譲渡、転売ができません。なお、購入期間や使用期間の終了後は無効となり、使用できなくなります。購入引換券を紛失したらどうなるの？再発行ができないため、商品券を購入できなくなります。地元店舗応援推奨枠とはどんなもの？
地元店舗を特に応援したいという考えから、商品券15枚のうち5枚を赤で色分けしたものです。地元店舗での使用を推奨していますが、どこでも使用していただけます。はい、ちなみに第4弾の販売率は 80.7% となっています。今回の生活支援松阪みんなの商品券もより多くの皆様にご活用いただきたいです。皆様ぜひご利用ください。よろしくお願いします。